こんにちは。動画撮っていこうと思います。と、これでサマナーズ王の動画上げるの初めてなんですけど,ど、ギルバトとか中心に動画撮っていけたらいいと思ってます。僕、そんなに強くないので、あのー、ランカーさんとかは、なんだこいつ弱えな、みたいな感じで、 そう、バカにしたような感じで見てもらったらいいと思ってます。と、同じぐらいのランクの人は、まあ、こんな風に戦ってるんだなって感じで見てもらったらいいと思います。とルーンの厳選とかも全然まだ終わってないんですけど、 ちょっと、僕がやってもあれだと思うんですけどね。あのー、はい。ルーンの基礎的な知識とか、そういうのを上げていけたらなと思います。本当に弱いんですけどね。弱いんですけど、ちょっと弱いなりに <laughs> 頑張っていこうと思うんで、よ、よかったら動画、 見てもら、見てください。はい。どうやろう微妙かな微妙ですね。ちょっと動画撮るの初めてで、一人でちょっとなんか喋ってるの恥ずかしいんですけど、ちょっと慣れていくまでが、ちょっと、長そうですかね。あと一戦目でちょっとザイロス失ったのは、 結構きついですね何もなんか喋ってたらあんまりなんかよく考えられないんですよね実況者とかやってる人すごいと思います考えてたら何も喋れんくなるしと,となんか動画の編集の仕方とか全くわからないんで 何も編集せずに上げていくんですけどちょっとその知識とかが出てきたらその動画の編集とかして上げていこうと思いますサマナーゾーの動画僕めちゃめちゃ好きなんで特にギルバトの影さんの動画とか459影さんの動画とかもうすごく好きなんで ああいう風な感じで強くなりたいですね。と一戦一戦が長いんで動画の時間がすごく長くなると思います。もうこれ家族とか一人でブスクさん何言ってんだみたいな感じに思われるからちょっと早く終わらせたいんですけどね <laughs>。結構恥ずかしいんですよこれ。となんか ザイロス死んじゃったからな考えるのがめんどくさいんですよねここもザイロスで飛ばしたかったんですけどね2戦目の方いやーそんなに考えられないですねあのー、パーティー自分めちゃめちゃバリエーション低いので少ないんでガリオンとかいたら楽になるんですかね下皮膚持っていきますか えっと皮膚とえー、っとベース持って行って傍客つけてペルナワンパンすればなんとか乗り切れるんじゃないかなと思います。えっと1戦目はあの僕このパーティーめちゃめちゃ使ってるんですけど攻めではあんまり負けないんで防衛に置いてたらどうなんですかね あの水井札よりの防衛は微妙なんですかねやっぱりちょっと暴走しない限り勝てないみたいな感じなんですけどああ僕はもうこれしかないですね <laughs> アタッカーが少ないので本当にアタッカーが少ないんで本当に水浴に頼るしかないっていう感じですねザイロスとかもうまく使いこなしていきたいんですけど やっぱガリオンが、ガリオンが欲しいんですよね、ガリオンが。ガリオン、すごい強いですよね、あれ、本当に。もう、友達持ってて、本当に、ターニャとかと組ませてワンパンしてるんで、本当に羨ましいです。ああいう感じでガリオン組めたらいいんですけどね。あの、ギルバトの速度を24%アップとかいう、もう、すごいラスキルも持ってるし。あ、ちょっ、ちょっ。 風姫落とされたらきついです。きつい。きついきつい。きついきつい。僕の風姫本当にゴミなんでね。ちょっと暴走しまくって、落下流水を使わせてください。使わせて。あー、多分これ死んじゃいますかね。ちょベラジュに、タゲ行って。あー、でもこれ、膝でどのみち落ちますね。いやー、厳しい。ダメですね。ベラジュは失いたくないです。こんな感じで。 もうものすごく弱いので。なんか、攻めもこんな、何の計画性もない。もう速度調整とかも何もしてないから、この皮膚の前にベスが動いちゃうっていう事態が起きてるんですけど、これもどうにかしないといけないですね。これ、ペレナ落としたかったけど、防脚使うに塗ったら粘りまで持っていって、持っていって、 回復妨害つけて、次でペルナを、お、暴走いいですね。えー、でもこれ一旦耐えきれるかな多分ああー、縦割りついたから <laughs> 終わりですね <laughs>。えーっと、ここからが、ここからですね。えー、っと、これで、ペルナを落として、落として、危ない危ない 体育妨害がいいけど、ベラでもどんだけ動いてるんやさっき、さっき使ったところじゃないですかね、こいつああー、ダメだちょっと待って。これ、黒いタベラでもの1対1は負けるんで、もう、敗北しちゃいました。これは、まあ、弱すぎますね、僕が。ザイロスがいなかったら何もできないっていう感じですね。あの、防衛とかも、 なんかこのあ、アースドリル使った,ん作ったんですよね。アースドリルちょっと使っていきたいと思います。えー、っと、このガリオンとか全体火力のキャラ組み合わせるの本当にいいですよね。羨ましい。いいなぁ。ガリオンがいたらパーティーのバリエーションがすごく増えそうですよね。えー、っと、 と、これに2戦目免疫持っていって、1戦目は速度がやばいんですかね、これ。解除、ベラジュエルを持っていって、ベラジュエルは一応暴走位置で組めてます。と、風姫がいないから、代用で、代用、でも、なこれ絶対速度負けするんですよね、上。はい。ガレオンバナードに速度勝ちなんかできる気しませんね。こんな。 えっと、どうしましょう。アースドリルアースドリル使うって言ってたんで使います。と、ババーナいや、でも、防御バフがないとちょっとあんまり火力出ないんですよね。タイロン抜いて、闇蔵とか入れますか。闇蔵入れて、えー、もう一発目。もうこの、こいつの火力がすごいんでしょうね。だから、ちょっともう、クロエに受けてもらって、 もう防御バフとか全部乗っけてアスドリルでスーを落としてなんとかならないかなって思います2戦目はもうセアラの爆弾さえ防げればいいので回復何でも安定のベラデオンですかねベラデオン暴走にしたんですけどステータスが本当にゴミにゴミになっちゃったんであんまり自信ないんですけどお順風を使わないですねこれは嬉しいです 数の攻撃。多分これすごい火力出るんでしょうね。ああ暴走するし。もう。まあこういう防衛を置いても多分予想通りの動きしなかったら、あんまり、あれなんですかね。そんなに強くないんですかね。いやーなんか失礼やけど。これで落ちないかな。本当にゴミでしょ、これ。 あ,のあ、一応アースドリルも暴走で組んでます。お落とせましたね。と、これでアースドリルの方に攻撃が来たら、いっぺんにちょっと火力がいなくなって、やばい状態になっちゃうんですけど、多分これも落,落ちますね、これ。<laughs> うーん、ゲージ下げして、いやー、ダメだなスタンとか取ってくれないかな これもう本当にゴミ耐久ですからね。<laughs> 弱すぎる。なんだこのアースドリルは。超ょ、腸外れて。ああ、もう本当に。でも回復いないから多分勝てるんじゃないですかね。いや、無理かな。ああ、そや。闇蔵のルーン外して <laughs>、アースドリルに持っていってたの忘れてました。多分このアースドリル本当にゴミですね。ちょっと、これ <laughs>、この2対2で負けるっていう状態はちょっと避けたいんですけど、 縦割り入ってるしそんなに火力も出ないし多分これじわじわ削られていくパターンですかねでもなんかサマナーズ王の実況ってなんかちょっとあれですね緊張します <laughs> 緊張してなんかちょっとなんか変なこと言ってるかもしれないけどちょっと後で動画見直してなんかもし変なこと言ってたらちょっと消しましょうかね これ、負けますよね、これ。勝てますかねあの、クレイの体験も本当にゴミです。あの、2番速度、4番防御、6番体力みたいな感じでん組んでるんですけど、あの、速度のルーンは12だし、 4番も6番も12だし、もう本当に <laughs>、お前やる気あんのかって感じの黒いなんですけど、もう本当にこれ、あの、ルーンの源泉が全くできてなくて、自分でも恐ろしいほどルーンがゴミなやつばっかりなんですけど、うん、やっぱりルーンの源泉は必要ですね。あと、暴走のガリオン強い。 暴走のガレオン強いですね。これで火力って考えたら恐ろしいですね、本当に。これ、バナード落とせましたね。どうなんでしょう。もう、暴走めちゃめちゃしない限り、多分いけんじゃないですかね、これ。本当にもう、クロエの足が遅すぎて、ガレオンに動かれまくってるから。やばいっすね。もう何回略奪タイム見てるんだって感じなんですけど。<laughs> これ、 本当に、ちょっとマジでゴミなんで、それでもいいって方は、ちょっと、これからも動画上げていくんで、見てもらったらいいなと思います。もう本当反撃の像いいですよね、これ。反撃の像、挑発、これ、めちゃめちゃつけてくれるんで、便利です。もうこれ、これで1ラウンド目ですから、ね、本当に終わってますよ。あ、もうダメ、もうダメ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 。<laughs> もう本当に、これ、 やばいなベラジュエル一応速度84振ってるんですけど、普通に割り込まれるんですね、セアラに。リーダースクールか、ゴミゴミで。これ、ゲージ上げて、縦割り、あ、暴走ラッキー。暴走ラッキーで、えっ、ー、と、これで多分、落ちない。あ、もう、本当に運がいいですね。運がいいです、これは。運いいですね。運いい。<laughs> めちゃめちゃ運いいですね、これ。もう、本当に、これは運ゲーですよ、本当に。 これ、ベラジェルで落としたりで、できないかなできないかできないかいや、できない。てか、これ、え普通に死んじゃうかなこれ、死ぬ死んだ。うわーこれ。ただでさえ動画今めちゃめちゃ長引いてんのに。いや、無理かなちょ、くっくり出して。うん。うん。ダメかなー 本当にこれ、アリアいいですよね。あの、僕、サマナー始めたのが、あの、ディアスが、あの、なってる時だったんですよ。ヒーローで。その時に、もうディアスのかけら、今、1枚だけあるんですよね。<laughs> もう価値が全然わからなくて、今になったらもう、レイドのめちゃめちゃ優秀なキャラなんですけど、取れなかったんで、本当にそれが悔やまれる。確かその前がアリアだったんですよね。聞いたんですけど。 このアリアは本当にいいですよね。ハードタワーでも使えるし。本当にでもこれ負けますね。<laughs> あんだけ暴走して、しといて負けんのかいっていう感じですけど。もうこれが僕の実力なんですよ。仕方ない。本当にルンがゴミなんで。ベラリオンとかもう普通にアリアの攻撃で減りますからね、これ。うーん。ブンストーのギルドに入ってます。このギルド一応赤さんとかそんな感じなんで。 本当にもうお前身の丈考えろやって感じのところにいて、本当になんかもうゴミです <laughs>。負けました。勝利、敗北、引き分けみたいな感じですね。もう完全にギルドのお荷物。もうダメですね、本当に。防衛とか、あの、一応、ちょっとモンスターだけでも紹介しとこうかなと思うんですけど、こんな感じです。 もう星6の数全くないみたいな火に偏りすぎてますはいあのルーンも本当にゴミなんで完成してるといえばこれ速度ないけど攻撃に振ってるんですよこの2番をこことかこれとかザイロスはもう速度と的中を捨てて火力に振ってますいい火力出しますよこれドニにガレオンと組みたいキャラですねあとアーストリルこれ24 これ12なんですけどここら辺がいいルーンですよねクリリ14クリダメ18クリ10クリダメ12みたいなそんな感じのルーンつけてるんで暴走でもなんとかこれ強化し終わってからじゃないと何とも言えないんですけどやっぱ交代ーアタッカー1体は持っときたいんでとこんな感じですねと暴走ベラ10 あのー、やっとこれ、星5なんですけど、4番の暴走体力出たんで、ちょっと組んでみました。体力2万になったんで、えっと、暴走で、ちょっと速度が遅すぎるかなって感じなんですけど、使ってます、この状態で。えっと、ベラ、あの、ベスですね、これ。あのー、栗だめが低い。栗ダめが低いですね、これ、本当に。 的中80%持っていってほぼ確実に縦割りと回復妨害つくような感じにはしたんですけどクリ率が100じゃないのとクリダメが低すぎるのあと速度が遅い体力が低いって感じでもうほぼほぼワンパンされるようなキャラです防衛には置けませんね属性相性が悪いところ行ってなるべくここにターゲットが集まらないようにちょっとしのぎしのぎでやってます と、もうこれですね。本当にゴミ黒絵。ゴミ黒絵ですよ、本当に。もうここなんか6番でし、6、6ですよここ。ここ今日は、強化し終わってないし。本当に。ゴミですね。抵抗33。<laughs> これはゴミですね、本当に。もう速度なんか割り込まれて当然って感じなんで。まあ、下ガレオン持ってないですが、なんでこんな速度の黒絵持ってるんだっていう感じですよね。<laughs> もう、本当に。 うん、ゴミですね。ファーにルーンついてないし。こんなゴミなんですけど、もう風姫とかもこれ <laughs>、終わってますよね、本当にに。何なんですかね、この2番の暴走速度。もう風姫に必要な抵抗、体力、防御とか何も積まれてない。なんだこのルーンって感じなんですけど、源泉がまだまだ。はい。もう全然ですね。自分でも飽きれるぐらい。 弱いです。<laughs> これとかも勢いで作って、もう速度と的中とクリリツ、作ったらもう本当に微妙なステータスになったし、使えないですかね、これは。セノンもルーンつけてないし、いろいろと終わってる。もうベラディアンとかこれ、<laughs> なんか攻撃受けてもらうとか、使えないですからね、これ。本当にジュレタンの竹取ったりとか、全く。 体久がゴミなんで、本当に。的中と防御と速度って感じですと。唯一は迅速反撃で唯一組めているベルで。速度103、クリリス100、体力1万超えてるですね。うーん、これぐらいっすかね。<laughs> もうここら辺とかあり合わせのルーンとかゴミルーンばっかつけてるんで、使えない感じです。ブリアンは、もう本当に、 絶望じゃないし、もう、耐久だけあったらって感じで、防御力これ1111なんですよ。1111 <laughs> 11で、体力が38000ぐらいですね。うん。まあ、なかなかデコイとしてはいい感じですけど、ギルバトとかにブリアン連れてくんなら、もっと他のキャラ連れてくんで、もう本当にアリーナの防衛とか、いつも、と、 こんな、こんな感じで、うざいような感じの防衛にしてるんですけど、うん、やっぱ水池ダよりですよね。水池ダイオなんですよ。ガリオンもいないし、こういう、なんかゲージ上げのバナードとか、ルーンついてないし。<laughs> ルーンついてないし、もう、あの、速度勝負、自分諦めてます。迅速の源泉よりかも暴走の源泉の方が先ですね。ドラゴンの10回回ってます。 うーん、クラとかも、厳選して速度持ってあげたいんですけど、あいにく、そんなにも、厳選のする、厳選できるような、状態じゃないんで、巨人回れないです。いや、回れるんですよ。いや、そういう意味じゃないです。ちょっと時間とか、そういう意味で、うん、ドラゴン回ってます。もうドラゴンにブリアンとかもこんなわけわからんパーティーで行ってるんで、右クり破壊。 だいたい6分7分みたいな感じで。高速周回もできない。本当に雑魚なんで。それでもよかったら、ちょっと見てもらえませんかね。ちょっと、ま、あの、緊張感があって面白いんですよ。この、実況しながらっていうのは。<laughs> 本当に、この、うん、前回赤さんでした。前回赤さんで、もう強いんですよ、このギルド。強いんですよ。もう、にも、 荷物ですね本当に完璧、うん、強いなみんなみんな強いんですけどちょっと頑張って強くなっていこうかなと思うんでよかったら動画見ていってくださいはいじゃあ終わります